大会のおすすめはもうね。これはね僕断言します。こっから以前これ iphone じゃできません。apple intelligence が使えるようになったらできることも出てきます。けれども、今の時点では皆さん、今年も10月5日にオフ会やりますので、ぜひ来てください。詳しくは概要欄を見てね。皆さんこんにちは。戸田聡です。今回は私たちは iphone を買うべきかというですね。まとめ動画的になるんですけれども。iphone 新モデル16シリーズ出ました。けれどもねその点を含めて紹介していきたいと思います。 ぜひね注目をしてください。今回はですね、私たちは iPhone を買うべきなのかという動画をお届けしたいと思います。今 iPhone を使っている人ね、それから Android スマートフォンを使っている人、それから次はどっち買おうか迷ってる人という形でね、三つのパターンでお話ししていきたいと思うんですが。 大前提として先日アップしましたね動画で僕アップルインテリジェンスがまあ,あ来年以降しか使えないとで最悪の場合はですねまあ今後1年間で提供って言ってるわけですから一番遅いと iPhone16 が今新製品ですがもうそれが終わる頃 iPhone17 が見えてくる頃になってやっとアップルインテリジェンスが使えるようになるっていうのはちょっと残念すぎませんかっていう動画をお届けしました その気持ちはもちろん変わってませんし、ただ僕が残念すぎませんかって言ったのは、そのね、だいぶ先じゃないと使えない Apple Intelligence が新製品の売りの機能として、こうね、大々的にリリースされているのが残念じゃないですかっていうことなんですよ。で、Apple Intelligence がなかったとしても、今回の iPhone 16シリーズ、まあ、プロを中心にお話しますけれども、は、なかなかいいと思っていまして、じゃあどんな人がね、 いつどんな風に買うのがいいのかというお話をですね。今回していこうかなと思っております。で、ハードウェア的にはね魅力結構あります。で、ポイントはですね。価格が据え置きっていうことなんですよ。でね。apple intelligence がなかなか使えない。 相当先まで使えないっていうがっかり感が全体の印象をちょっと押し下げてる感じがありますけれどもいやいや普通に買うならいいんじゃないっていうお話を含めてね今回していきたいと思いますまず最初にですね今 iPhone を使ってる人で次の買い替えも iPhone にしておこうと思ってる人他のスマホなんて眼中にないっていう方めちゃくちゃ多いですよねこういう方はもちろんね迷わず iPhone を買えばいいと思いますただし急いで買う必要はないと思うんですよ というのもですね、そもそも急いで買うほど進化してないというかいや、めちゃくちゃいいデバイスなんですけど今使ってる iPhone が何かなんですよ。 今使ってるのは例えば iPhone15 のプロだったら iPhone16 のプロにまあ僕はそれで買い替えるんですけど仕事柄ということもあって焦って買い替える必要はないと思うんですねもちろん iPhone16 の機能が魅力で早く買い替えたいという人は早く買い替えてもいいと思うんですがまあなんとなくそろそろかななんて思ってる人はですね急いで買い替える必要はないと思いますただね買い替えのおすすめはもうねこれはね僕断言しますこっから以前 iPhone14 シリーズ以前もう12、13、14iPhone のねプロを含めてこのシリーズを使っている方はちょっとねやや急ぎ目で買い替えてもいいんじゃないかなと思うんですよ例えばね iPhone14ProiPhone14Pro の買い取り価格ってですね SIM ロックフリーの 128GB シムロックフリーのね128ギガで6万9万九千円から9万8千円ぐらいまあ状態によるんですけどこれ動画を撮ってる時点でイオシスで調べましたお店によってもね変わると思いますけれども目安にはなると思いますでねじゃあなんで14の方は買い替えた方がいいのっていう話なんですがこれね14まではライトニングなんですよ ですで皆さん14の値段まだね結構僕はついてると思ってるんですね14プロで約7万円から10万円近くまあ状態によって7万円から8万円ぐらいが多いでしょうその値段で今売れるんだったら僕はもう売っって買いいい替えちゃった方がいいと思うんですよ今後ねタイプ C が主流になってくると値段がねグッと下がってくる可能性があるんですよねで15プロ使ってる人 16プロと値段据え置きじゃないですかこれ1年後どうなるかって考えたら当然16プロは値段が残って16プロは下がってきますよね当然ですこれ新しい方を買った方がいいわけですからねつまり iPhone を使ってる人が iPhone を買う時って下取りや買取りの値段をうまく考えてタイミングを見て買うのがベストだと思いますもちろんねぶっ壊れるまで使い続けるんだっていうのもありです ありですただ逆に言うと毎年買い替えても意外に出費が少ないのが iPhone のいいところなんですよつまり Android スマートフォンと比べるとやっぱりね値段が残りやすいんですよねで iPhone15 Pro ですね15 Pro を使ってる方これはですね iPhone16 Pro に焦って買い替える必要はないんですけれども当然これ値段据え置きなんで 1>, 1年後2年後の買い取りを考えるとですね15プロの方が同じ出費なのにガクッと下がりますよねだから何を言いたいかというと15プロもあんまりないと思いますけれども探して買うとしても差額がですね1万円とか2万円だったら僕は16プロ買った方がいいと思います 15プロの方がガクッとね、買い取りが下がるので、ちょっと気をつけた方がいいと思います。15プロ使ってる人がわざわざ16プロにえ特別な理由もなく買い換える必要はないと思いますけれどもね。まあ、これから買う人はそこにね、ちょっと気をつけてください。続いてですね、iPhone と Android どっちにしようかなって迷ってる方なんですけど、僕だったら迷わず iPhone を買います。iPhone を買った方がいいと思います。なぜか。 っていうところなんですけれどもねまず例えばピクセルナインプロこれ人気ですよね159,900円するんですよ iphone 15プロとほとんど値段変わらないんですよねでどっちがいいかって考えたときに明確な理由があってピクセルナインがいいっていう人はもちろんね、えー、全然問題ないんですが普通に考えたら iphone 買っておいた方が無難で安心で下取り買取りが高くなるっていうところがね ポイントなんですよ。で、ちなみにね、Android の上位モデルって20万円結構超えてくるんですよ。だから、iPhone とね、Android で迷ってるんだったら、iPhone の方が上位モデルは安く買えるんです。じゃあ、他のモデルはっていうのはちょっとね、次のね、今、Android を使ってる人っていうところでお話し,しますので、そこを見てください。で、ちなみにですね、Pixel9 Pro のね、えー、買い取り価格は5万9000から8万5000円なんですよ。 すでにね1世代前の iPhone15Pro よりも安くなっちゃってるんです iPhone15Pro はこれがねから万円なんで,すで iPhone の 15Pro7.7 から11万円なんですよこれ16じゃなくて15ですからね1世代前なんですピクセルはもう販売されてますよね つまりこれだけ差がもうついてるので買い取りとかね売却の時にはもう2万円ぐらい差がついちゃってるわけですよそう考えると販売価格はほぼ一緒15万9900まあ約16万円ぐらいですけどねつまりアンドロイドの方が現時点ではアンドロイドの中でもピクセル人気ですけども結構値段下がってるということですねで iPhone16 や 16Pro は性能を考えるとですね値段は決して高くないんですよ Android スマートフォンが値上がりしているのでかなりですね割安感が出てきているなというふうに僕は思いますはいで今 Android を使っている人はですねもちろんね n d r o i d を使い続けていいと思いますしあえてね急いで買い換える必要はないと思うんですが Android にしかない選択肢っていうのもあるのでそこはねちょっとチェックしておいてくださいでとにかくね安く新品を買いたいと思ったら iPhone に選択肢ないです アンドロイドはもう3万円とか4万円からね、売ってるモデルがたくさんあります。なので、とにかく安く使いたい。性能低くてもいいから安く使いたい。もう通話とメールとね、たまに動画見るぐらいしか使わないので、安いモデルでいいよっていう人は iPhone に選択肢がないですから、Android に行くしかないと思います。それから逆に、カメラに超こだわりたい。最近は、Android の方が iPhone よりもカメラがいい機種が多いです。これはね、もうそういうものです。 例えばね、ギャラクシー S24 ウルトラとか、Xiaomi の上位モデルとかは、カメラがね、iPhone よりいいと僕は思いますし、そういう評判はたくさんあります。なので、カメラに超こだわりたいという方は、Android の方がいいと思います。あと、折りたたみが使いたいね。もう iPhone 折りたたみないですから。折りたたみがかっこいいとかね。あと、開いたら画面が広くなるので、動画快適に見られるから折りたたみがいいよ。それからね、 AI が便利なので使いたいっていう方も Android です。例えば僕が使ってる Galaxy S24 Ultra はインターネットにつながってなくても AI で翻訳ができます。で、通訳もできちゃいます。電話をかけたらこっちは日本語で喋ったら相手に中国語で伝わり相手が中国語で返すと日本語で返事が返ってきます。これ iPhone じゃできません。Apple Intelligence が使えるようになったらできることも出てきますけれども今の時点では Android の一部機種ですけどね。 AI はもう iPhone のはるか先を言ってるので AI を使いたいといとう方はやっぱり、ね、Android にしておくべきだと思います。ただしですね Android でも中級とか上位クラスの機種をこの理由がないなんとなくゲームやるから上位機種がいいねみたいなね画面が綺麗な方がいいよねで上位機種を買うという人は iPhone を買った方がいいかもしれません。 iPhone は超高性能で16万円ぐらいで買えますからね。Android その価格で買えるモデルも,もちろんありますけどちょっとマイナーだし売却する時のね値段が全然違うんですよ。さてじゃあですね何らかのね、えー、形で iPhone を買いたいなでもね、えー、プロは高いしなるべく安いモデルがいいんだよっていう方これねこの辺を検討すると思うんですけどプロのつかないモデルですね。僕ははこれはっきり言いますが、 こっから前はやめた方がいいと思ってますタイプ C のモデル以外はやめた方がいいと思ってますだって皆さん考えてみてください今タクシーに乗ってもビジネスホテルに泊まっても充電のケーブルね t y p e C とライトニング用意されてるじゃないですかこれ iPhone もタイプ C に15からなってますからあと2年経った3年経った時にライトニングなくなってくると思うんですよ 例えば皆さんがね、えー、ホテルの経営者で2年経ってね、iPhone でもほとんどの人が Type-C になったのに、ライトニング壊れたから買い足しましょうってなりますかってなかなかならないですね。どんどん Type-C になり、ライトニングが減っていくと思うんです。使いづらい、生きづらくなってくると思うんですよ。すでにバッテリーにケーブルがついた製品とか出てるんですけど、Type-C ばっかりになってきてますからね。もうね、14より前の機種は生きづらくなってるので、 今、14新品で売ってますけれども、えー、これがね、確か9万5800円ぐらい、9万5800円、まあ、あの容量とかにもよりますけどね、で15が11万2800円、プロのつかないね、えー、14が9万5800円、アップルで買った場合です、15が11万、うん、2800円、容量によりますけど、差がね、約、うんまあ、2万円ぐらいありますけれども、 だったらもう絶対15を買った方がいいです。iPhone14 以前のモデルはちょっとね見送った方がいいと僕は思います。よっぽど安いとかライトニングと共に生きるからいいよっていう方はまあいいと思いますけれども2年ぐらい経つとコンビニ行ってもケーブルないよねみたいなことになりかねない。昔はねスマートフォンアンドロイドスマートフォンってマイクロ USB だったんですよ。今マイクロ USB の、ね、ケーブル探してもねほんと少ないですから。 そういういことに、ね、なりかかねねなないいです2年後ぐらいとかに、ね、なのでちょっとここは注意してください逆に言うと14以前はこれからどんどん人気がなくなって値段も下がっていくので下取り買取りの値段も落ちていくと思いますでじゃあこれからね iPhone を買って Apple Intelligence 話題のね AI を安く使いたいなと思っている方は何買えばいいのっていう話なんですがそれは16の無印を買えばいいと思います 15Pro はもうちょっとさっきお話したようにちょっと買いづらい 16の無印が、まあ、一番おすすめ。もちろんね、予算がある方は16プロとかね、16プロマックス買うのが一番いいと思いますけれども、アップルジンテリジェンスを見越して安く買いたいなら、えー、16がいいかなと思います。はい、ということでね、話をちょっとまとめますけれども、まあいろいろとね、異論なあると思いますが、僕は今 iPhone を使っている人はゆっくり選んでいいと。ただ14の人はそろそろちょっと急ぎ目で買い替えるなら買い替えた方がいいかなと。 もしくはもう壊れるまで使っちゃうっていうのはありだと思います。で、アンドロイドと迷ってるっていう人は iPhone が結構おすすめです。ただし、まあこれをね、こっちも含むんですけど、明確な理由がある人は Android でいいと思います。Android がいいと思います。とにかく安く使いたいとかね、カメラが一番いいのがいいとか、折りたたみが欲しいとか、AI を使いたいとかは Android でいいと思います。まあ他にもね、Android しかない機能もいろいろありますので、それがいいという方は Android でいいと思います。ただ、 今のアン r ロ i d の性能と価格を比べると iPhone16Pro 安いので個人的には iPhone16Pro がおすすめです。で大画面が好きな方は MAX でもいいと思うんですが、まあ、僕はちょっと大きすぎるかななんて思ってますけどねそこは皆さんの好み次第ということです。で15 の時はプロとマックスで望遠に下がったりしたんですが今度プロとマックス16プロと16プロマックスで望遠とかの差がなくなっているのでまあ16プロがベストバイかなというふうに思っておりますということで、えー、今回はですね私たちは iPhone を買うべきなのかという動画をお届けしました、えー、無難な選択で iPhone がいいと思っている方も多いと思います ただ、ちょっと14は見送った方がいいかもねというのが、まあ、僕の結論でもあります。今回も動画をご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、ぜひよろしくお願いします。それからメンバーシップもスタートしておりますので、興味のある方はぜひ参加してください。えー、メンバー先出しのね、えー、動画公開とか、メンバー限定のライブ配信。 それからね、リアルのイベントの優待等もございます。またメンバーシップに加入していただきますと、戸田悟ファンクラブに無料でご招待します。でこの戸田悟ファンクラブでは、抽選でですね、毎月僕がレビューした製品の一部、だいたい5製品から7製品ぐらいが多いんですが、プレゼントしておりますので、ふるってご応募ください。<music>